どうもすみません。凱旋門賞の結果分析です。一着トルカッタータッソと書いてありますが、これ間違いでトルカータータッソですね。2着タルナワ、3着ハリケーンレーンでした。まあそこまで化け物クラスで強い馬はいないかなとは思ってたんですけれども、まあそれにしても思ってたよりかは強い馬いたなっていうような感じではありますね。で、まあトルカータータッソに関してはちょっとまあ本当苦戦馬だということで、レース前から少し注目してた部分はあったんですけれども、なんかこのレースは勝ったんだけれども、次走以降安定して強い競馬をするタイプかというと多分そういうタイプではなくて、まあ今回はトルカータータッソに向いたっていうような、そういったようなレースだったかなっていうふうに思いますね。凱旋門賞って以前からそういったような凱旋門賞の時だけ構想するっていうような大掛けが結構あるようなレースで、紛れが生じやすいっていう印象があって、まあそうですね、オルフェーブルに勝ったソレミアなんかも他のレースでは大して強くないのに、凱旋門賞では相手を差し返すような競馬して、まあオルフェーブルが内に刺さって自滅しただけだったんですけれども、まあそれでもソレミアも最後までしっかり走ったっていう、まあそういうようなことが起こるのが凱旋門賞かなっていうような感じはありますね。で、2着のタルナワと3着のハリケーンレーン、この馬たちについては結構強いと思いますね。ですから他のレースでも強いなっていうようなレースをしてくると思いますね。あとは直線止まったんですが、アダイヤもですね、ちょっと力を出し切れなかったような感じで、まあ、能力はあるなっていうような内容ではありますので、まあ、この辺の馬たちに関してはやっぱり人気してたというか高く評価されてたんですけれども、それぐらい強い馬たちではあったかなっていうふうに思いますね。それで、まあ、レース全体についてなんですけれども、まあ、最初武豊騎手ブルームが先頭に立ったんですが、まあ、外からアダイヤが引っかかり気味に行って逃げて、その2番手にクロノジェネシスっていうような形ですね。クロノジェネシスマーフィー騎手はデッドリ騎手が以前やったような感じで馬群から離れた外を回ってって、外を回ったというか直線のところで外を走らせてっていうような形でやったんですけれども、まあ、それは逆に裏面出た可能性もあるかなというような内容にはなってしまいましたね。ただクロノジェネシスの敗因に関してはもちろん相手が強かったことと慣れてないぐじゅぐじゅの馬場だったっていうこともあるんですけれども、ちょっとアダイヤのペースメイクが下手くそでしたね。ビュイック騎手は日本で短期免許で乗ってた時も中山なんかで乗っててもあんまり逃げのペースメイク上手くなかったんですよね。まあ、外国人騎手で逃げのペース上手いジョッキーってあんまりいないので、まあ、デトリック騎手とか上手いんですけれども、それそのアダイヤ、ビュイック騎手の逃げのペースメイクで上手くなかったところは、それは坂の下りのところ、あそこは我慢しなきゃいけないところなんですが、持ってかれたのか行かせたのかわからないんですけれども、あそここそ息を入れて、溜めてっていうような感じでスタミナ温存しなきゃいけないところで、ちょっと下りのところで行っちゃったんで、その後フォルスストレート、直線っていうところで苦しくなったかなっていうふうに思いますね。ですからあそこで抑えが効いとけば、その後のクロノジェネシスもですね、溜めが効いたかなっていうふうに思いますので、もうちょっと直線粘れたかなっていうふうに思いますけれども、まあ、クロノジェネシスに関しては、あそこでマーフィー騎手がついていかずに抑えても良かったかなとは思うんですけれども、やっぱり基本先行馬っていうのは途中で後続の馬たちに被されたりだとか、そういったことになると苦しい展開になりやすいですし、入れ替わりの激しい展開になったら先行馬終わる可能性もあるので、そう考えると、マーフィー騎手はアダイヤについてって流れに乗ってっていうような感じで競馬したのかなとは思いますので、まあその辺に関してはあまり批判もできないですし、そうですね、褒められることではないんですけれども、まあとにかくアダイヤとクロノジェネシスはその苦しい坂の下りのところからフォルスストレート直線っていうところ苦しい競馬になってしまったなというような展開ではありましたね。しかもババも響いたかなというような感じですね。で、アダイヤに関しては直線一旦突き放しましたし、あの辺なんかは力があるなっていうふうに感じて、まあそういった意味で最初にアダイヤも強い馬だなっていうふうに思ったっていうところでもあるんですけれども、クロノジェネシスに関してはマーフィー騎手はちょっと追い出しが遅かったかなっていうふうに思いますね。多分反応がいい馬だと思ったかもしれないんですが、クロノジェネシスって意外と鞭入れてから加速に時間がかかるところがあって、だからこそアダイヤに先に突き放されたかなというようなところで、あれだけ突き放されると馬って繊維喪失しやすいところもあるので、まあそれで多少バランスというか、なんか走りのリズムが崩れた部分もあったかなというふうに思いますね。
それでは右の方から1頭ずついきます。モジョスター、モジョスターは勝ったトルカータタッソとタイプは違うんですけれども、モジョスターも癖のある馬でちょっと一発があるかなっていうふうに思ってたんですけれども、まあ結構厳しい展開になりましたし、馬場も悪い中でごちゃごちゃしてっていうような感じで、まあこの馬やっぱり直線を追い出すとなんか走るのをやめちゃうようなところもありますし、まあもうちょっとなんかモジョスターにとって有利な展開になればですね、一発馬群の中からっていうような競馬になったのかもしれないんですが、今回の展開に関してはトルカータタッソも外外を回ってたように、意外とモジョスターなんかも外外を回った方が競馬しやすかった可能性もあるかなというようなところで、ハリケーンレーンとかタルナーは結構馬群の中から強い競馬をしてるんですけれども、このタイプだったら馬群の中から抜けてくるような競馬問題ないんでしょうけれども、モジョスターとかトルカータタッソとかこういうタイプだと馬群の中から競馬すると嫌気さすんじゃないかなっていうような、そういったような質のレースでもあったかなというふうに思いますので、トルカータタッソも多分モジョスターのポジションにいたら勝てなかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。ハリケーンレーン、ハリケーンレーンはまあ人気馬の中でも自力を感じましたし、馬群の中意外と平気なんじゃないかっていうふうには思ってたんですが、まあそんな感じで馬群の中から抜けてはきたんですが、ただ思ってた以上に迫力のある強い馬だなっていう風に感じました。で、まあもちろんそのあんまり狭いところをスッと抜けるような器用なタイプではないんですけれども、まあ馬群の中で前が詰まったりごちゃごちゃしてた中でも気持ちが切れなかったですし、前が相手からそこから力強く伸びてっていうような形で、もうタルナワと叩き合いになって、まあ、ほぼ同着に近いような2着3着争いでしたので、まあ、ハリケーンレーン自体は強い競馬してるなっていうような、競り負けたっていうような感じでもないですね。で、まあ、この馬に関しては、早め先頭みたいな競馬なんかもできますし、多分まくるような競馬もある程度できるとは思いますし、今回みたいに馬群の中から抜けるような競馬ができたということは、まあ、やっぱり欠点が少ないなっていうふうには思いますね。まあ、もちろん加速に時間がかかるとかそういう部分があるので、まあすごい器用というわけではないんですが、まあこの馬に関しては、なんというか、ここではトップクラスのパフォーマンスを見せた馬にはなったかなというふうに思いますね。タルナワについては、まあレース前に、この馬は雰囲気がいいので、信頼性が高いタイプかなというふうに思ってましたし、まあ掲示板は、この中では一番外さないタイプかなとは思ってたんですけれども、まあ、やっぱりレースに行っても強さを見せたなっていうふうに思いますね。で、まあ、ちょっとロンシャン競馬場はですね、回収した後に直線を向いて内側に5、6等分開くオープンストレッチっていうんでしたっけ、そういったような形になってて、で、まあ、僕はレース前あまりどうでもいいと思ってたんで触れなかったんですけれども、そこをスミオン騎手が狙ったような感じで、まあ、内の方に入りましたね。ただ僕はよく結果分析なんかでも説明するんですけれども、追い込み馬で打ち付きをすると勝てる確率っていうのはぐんと下がるんですよね。で、今回に関してもハリケーンレーンとタルナは内の方から、比較的内の方から伸びてきたんですけれども、やっぱり最後数十メートルっていうところで外からトルカータタッソの方がぐいっと伸びますよね。だいたいほとんどの競馬8割9割はこうなるんですよね。ですからどっか捨てるところを作ってでも外に出した方がいいっていうことが多いんですけれども、まあただ今回の競馬を考えると凱旋門賞は結構比較的打ち付きが決まる傾向にもありますし、まあ特に問題はなかったかなというふうに思いますので、ちょっと運がなかったというふうに捉えていいと思いますし、まあハリケーンレーンとタルナだけのレースを見ても迫力のあるレースでしたし、まあ外からトルカータタスがハマったような感じですね。大掛けをしたっていうような内容ではあるので、まあこの2頭に関してもハリケーンレーンとタルナワに関してもチャンピオンに近いような能力を見せたかなというふうに思いますね。ディープボンド、ディープボンドは前哨戦を勝ったとはいえ馬場が良かったらしいですからね。で、まあ、今回は結構馬場が悪かったですし、僕はですね、個人的にはやっぱり馬群の中でトライしてほしかったんですけれども、外に出してっていうような形で外外を回りながら馬も嫌気をさしたかなっていうような感じもあるので、まあちょっと飛びが大きくて不器用なので馬群の中でこの馬場でっていうことになると、まあそれでもダメだったかもしれないんですけれども、ちょっと外に出した時点であれ内枠なのになんで外を出したんだろうっていうような感じになりましたし、まあずるずる下がるどころか、まあ何か
故障でもしたのかなというような止まり方をしてしまって、まあ、あの結果として故障はなかったらしいんですけれども、ブルームはスタート直後押し出される形で逃げる形になったんですけれども、そのうちに外からアダイヤが引っかかり気味に来て、アダイヤも逃げたくはなかったのかもしれないんですが、花に立つような形になりましたね。で、ブルームは3番手の内からで、多分理想的なのはばらける展開で2番手か3番手あたりだったかなっていうふうに思いますので、まあ、結構馬群が固まるような形での後位の内からっていうような形で、馬場も悪かったですし、ちょっと自力の差もあってっていうような感じで直線伸びずっていうような内容ではありますね。あの武豊騎手はインタビューで、後のレース後のインタビューでいいポジション取れたなっていうような感じに思ったっていうふうに言ってたと思うんですが、まあいろいろと歯切れが悪かったというか、やっぱり乗せてもらってる以上、馬主さんとか調教師さんに悪い印象を与えるっていうことできないですし、あとは馬のファンもいるわけですから、やっぱり武豊騎手は配慮して言葉を選んで喋ってたなというような感じでありますね。多分あの感覚的には全然通用しないとは思ってたとは思うんですけれども、スノーフォールはですね、どちらかというと左回りの方がいいんですけれども、右回りでもハマるような競馬あるかなっていうふうにちょっと警戒してた部分はあったんですが、ただそういった中でもタフ自力っていうところで78っていうふうにちょっと他の馬たちよりも低く評価してるんですよね。これっていうのはほとんどの人たちと真逆の評価をしてるんですよね。スノーフォールはタフな展開が合うっていうふうに言ってた人たちがほとんどで、というのは今まで大楽勝してきたレースっていうのはタフな展開で大差つけて勝ってますし、逆にベルメイユ賞みたいな、スローのヨイドみたいな、そういったような展開では負けちゃったっていうところがあって、そこで勘違いしてた人が多かったとは思うんですけれども、結局のところスノーフォールが今までタフな展開で大楽勝できてたのは相手が弱かったっていうところもありますし、コース適正なんかもあったと思うので、そういった意味では今回のメンバーでタフな展開ということになると逆にスノーフォールはきついんですよね。相手が強すぎるっていうところがあって、ですからスノーフォールとしては どちらかというとパワータイプというよりかは足を溜めて器用にスコンと抜けるみたいな、そういったような競馬がハマればベストなんですけれども、ちょっとやっぱりこのロンシャン競馬場っていうのはコース適正としてもそんなには合うようなコースではなかったので、まあコース適正のところでも CB ってつけてたように、まああまり良くはないなっていうふうに思いますね。アダイヤはですね、まあ最初にも説明したんですけれども、まあとにかく坂の下りのところでもっとしっかりと抑えて息を入れるべきだったな、息を入れるというか抑え込んででも足を溜めるべきだったなというふうに思いますね。まあ京都競馬場の外回りなんかでもそうなんですが、坂の下りのところで早めに足を使っちゃうと直線持たないっていう、そういうふうに言われてますよね。で、やっぱりここのロンシャン競馬場に関しても、フォルスストレートの手前のところの下りのところ、下り坂ですね、あの辺でですね、やっぱ溜めた方がいいかなっていうふうに思いますし、もし、その辺もスイス生かすとしたら、前半の部分もある程度ペース早めにしといた方がいいかなっていうふうに思いますので、前半スローで流れてた中で坂の下りのところでペースを上げると緩急がつきすぎちゃって、競馬って大体その急にペースを上げちゃったりだとか、そういうような感じになると無駄足使っちゃったりだとか、体力スタミナを消耗するっていう傾向にあるので、まあこのアダイヤに関してはその坂の下りのところで変にペースが上がっちゃったっていうような感じなので、まあその分直線持たなかったっていうようなところはあると思いますね。ただ直線の入り口で突き放すようなフットワークがありましたので、あの辺なんか見てもこの馬能力あるなっていうふうに感じましたし、うまくコントロールできればもっと走っただろうなっていうふうに思いますんで、まあできればビュイック騎手は逃げるよりかは前に1頭か2頭馬がいて、その馬たちにペースメイクうまく作ってもらって、その馬たちを直線の入り口、直線半ばまでにかわすっていうような、そういったような競馬がベストだったんじゃないかなっていうふうに思いますね。トルカータータッソー
トルカーダ・タッソンに関しても最初に喋ったんですけれども、多分馬群の中からごちゃごちゃやったら気持ちが切れてた可能性が高いかなっていうふうに思いますね。馬群の中から抜け出すパターンで、かつ、まあ、そのパターンもイメージとしてはあったんですけれども、ただ今回の馬場、今回の展開だと、あんまりどう、馬群の中どうかなっていうふうに思いましたので、ずっと外を回ってたんですけれども、気分よく走れたっていうところもありましたし、馬場もある程度こなしてたかなっていうような感じなので、まあ、他の馬たちがなんかなんだかんだ言って苦しい展開になった中で、すごくトルカーターターソンにとってはいろんなものが噛み合ったかなっていうふうに思いますね。で、まあ、直線最後グイッと伸びたっていうのはやっぱり外回った馬の方がですね、外に出したような馬の方がですね、最後の数十メートルっていうのは打ち突きした馬よりもグイッと出ることが多いので、まあそういうハマり方もあっての勝ち切りかなというふうに思いますので、ハリケーンレーンやタルナワよりも強いかというとその可能性は低いですね。ですから再戦なんかしていろんな競馬場で10回ぐらい競馬すればトルカーターターソンは1回勝てるかどうかぐらいの力関係だと思うので、それぐらいの大掛けだったとは思いますね。ベビーライダー、ベビーライダーは、まあ、力関係的にも微妙だったので、いいポジションから有利に競馬進められればと思ったんですが、やっぱり外枠でしたし、出すか下げるかしかできないところがあって、まあ、ダッシュがつかなかったのかもしれないんですが、後方からになって、となると今回の馬場で レースレベルを考えると、相手関係を考えると、伸びあぐねるっていうのはしょうがないかなというような感じですね。まあすごい軽めの馬場でですね、スピード競馬でばらけるような展開で前目からっていうような競馬だったら少しいいところが出るかもなというような程度ですね。クロノジェネシスについては最初に喋ったことがほとんどなんですが、アダイヤが坂の下りのところであそこでもうちょっとペース落としておいてくれればクロノジェネシスも楽な競馬しやすかったかなというふうに思いますし、まあ、やっぱりヨーロッパの馬場は粘土質っていうふうに言われてるんですけれども、ちょっと路盤とかも全然違いますし、まあやっぱりエルコンドルパサーとかでも長期滞在してたようなところもありましたので、クロノジェネシスは主不良馬場が得意としても日本の馬場とフランスの馬場は全然違ったかなというような感じはありますね。でもやっぱりですね、うまく噛み合えば全然通用したかなっていうふうに思いますし、決してここのメンバーの中で能力的に劣るという感じではないので、やっぱり条件さえ噛み合えば、レースの質なんかも噛み合えばっていうようなところなので、また来年挑戦してみるのもありかなっていうふうに思いますね。ラビアはですね、まあやっぱり外枠だったので、一旦下げて、極端に下げて、内に入れるっていうような戦法になったんですけれども、まあ、この馬に関してはちょっとわからないところがありますね。内ラジ沿いのところで直線も内を突こうとしたのか、なんか4コーナー前後ちぐはぐな感じがあったんですが、もしかしたら手応えもなかった可能性もあるんですよね。で、この馬に限らず、今回のメンバー、僕結局パドックを見れてないんですよね。当日疲れてて、なんか座って5分もしないうちにうたた寝しちゃってて寝てしまってて、で、なんでかゲート入りが始まったぐらいに目が覚めて、もう馬券も買えなかったんですけれども、ということはパドックで馬体を見れなかったということは、敗因もわかりにくいところがあって、まあ他の馬たちについても、まあやっぱりパドック見れてないっていうのは大きいかなっていうふうに思いますし、あとはパドック映像ですね。もうフランスとかもう海外の競馬って全然馬体まともに映さないんですよね。まあその辺なんかはやっぱり日本人って頭がいいなというか、日本人の方が繊細な部分があるなというふうに思うんですけれども、やっぱり日本のパドック映像の方がプロ意識が高いですし、ちゃんとその、なんか馬券を買う人間のことを考えて作ってるなというふうに思いますので、やっぱりフランスとかヨーロッパの方の競馬っていうのは馬券を買うことっていうのが馬券を買ってる人たちっていうのがだいぶ下の方に見られてるのかなというような感じはありますね。で、このラビアに関しては溜めて直線スコーンと抜けるような外から伸びてくるようなパターンも考えてたんですけれども、まあ、とにかくまずパドックを見てないので状態面能力的に足りてなかったのかどうかもわからないですし、
まあ、ちょっとこの馬に関しては敗因ということ、あとは馬の評価ということに関してはちょっと現在ではできないかなというふうに思いますね。以上です。失礼します。